はい、どうも、ごきげんおかやです。今回は、昨日の動画の続き、4日目の最終日になるのかな。あなたの運動の練習を、100倍鬼畜にする方法ってやつで、今日は俺が知ってる中でも一番究極の、エクササイズを紹介しようと思う。で、まあその中身っていうのは結構、やってることは基本的にはクロマチックの、こういうやつなんだけど、そうで俺が紹介するのはこの生ぬるいものじゃなくて普通のさ、このクロマチックトレーニングでこうやって下の弦にさ行った瞬間にこう全部もともとついてた指をこう離すじゃん。でもそうじゃなくてわざと指を分離させるためにこんな感じで指を残しておくんだよね。そうすることによってその指の究極の分離のなんていうのかな練習が可能になる。で、これを、俺が散々紹介してる、ヘアバンドを使ってやっていく。そう。本当にね、やばい。これは本当に一番きついから、検証になっても知らないよっていう感じの難易度かな。うん。で、速さはそんなに大事じゃない。うん。でしっかりゆっくり一つずつ一つずつ分離してるのを確認してやってあげるのが大事。で、まずゆっくりやってみて、こんな感じ。こんな感じ。戻りもそう。そうそうそう。で、これやってたらちょっとこう、なんかゴムが落ちてきちゃうことがあるから、まあ落ちてきたらやり直してもいいと思う。まあその速さっていうのは結構後々出てきたらもちろんいいんだけど、まあ基本的にはこの辺とかだったりとかちょっと、もうそもそもゴムを開くのが大変だから、こうまあこうフレットかな、フレットくらいでやってあげるといいんじゃないかな。そう、これしっかり指で残してね。そうでやったら気づくと思うけどマジで薬指が本当に上がらないから、そうあと意外と人差し指を動かそうとするときに中指がついてくる習性がある気がする。こんな感じ。うん、まあ音がそのこうかぶせわざわざかぶせに行かなくてもいいけどしっかり残ってるっていうのが大事。うん、こんな感じ。そう。で、できるだけ指立ててね。こんな感じかな。そう。で、また、昨日から紹介してる通り、最後は離して。こんな感じで、うん、やってあげると、いいエクササイズになると思うかな。これはね、俺も今までにちょっとなんか調子悪いなと思ったらやったりするね。で、やった後に、なんか弾けなかった、調子悪かったなとかも、ギターソロとか弾くと、結構なんか弓がスムーズに動く感じがあるから、まあぜひね、家にいる機会が増えてると思うからやってもらえると、はい、いいかなっていう感じ。明日からの動画は、サークルピッキングの動画またちょっと何本か出そうかと思ってるから、まあちょっとぜひチェックしてみてっていう感じかな。ではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。